ああ、これはもう坂本忠三さんと言って、土掘りはね、一緒にまあみんなでしたんですよ。この当時はね、こんなふうで鶴橋でやって、まあまあみんなでやらないと、それで3日とか5日ぐらいどっかしますと、やっぱり1、2、2か、2、3ヶ月はあったでしょうね。年に何回か土掘りをみんなでするということでした。え、ここから見えております。今はもう何と言いますか、ブルドーザーというか、なので機械で1日掘りますと、半年分あります、実験の釜の楽になりましたね。これは私の親父でございますけどね、当時はまあカラウスはまあね、これは松で自分たちというか、作るのはもちろん大工さんに頼むんですが、この近くの松を切ってね、自分で持ってきて作ってもらったり、秋口に水が少ないもんですから、水の多い時はいいんですが、それでも3台と言いますか、これは3基と言いますか、今はね、県の方がいくつか作ってくださいましてね、カラウスを。今数が40基ほどここにはあるんですが、当時は2台か3台ね。この御谷はピッチャーがあったんですよ。ここではミスサッシと言いましたけどね。しかし、そのごく粗末なハンドルと、まあ形も違いますが、なんかね、そういう時に浜田先生やいろいろ話しておりまして、御谷なぜピッチャーがあったかと、日本の国にそのハンドルのついたミスサッシというのはどこにもないと。と、まあ御谷が、この日田が天領であったために、長崎の方との交流があったんだろうと。手で揉んだだけなんですよ、ハンドルが。手でこう紐にしてだけでくっつけてるから、こう伸ばすということを知らなかったんですね。そうでないと、もう律さんが来たらすぐハンドルが変わりました。柳先生ですね。そしてまあ、これは釜を出す時ですから、目で選べばいいと、見た瞬間にね、直感ということをしっかり使いましたもんね。ものを知ってからね、なんかってから見るなと。
あとでここで押すのね。今これはそのさっきなんか鉢すり鉢じゃないけど、まあ、今でもすり鉢はやっぱり使っ料理する人が大概使いますけどね、うん、そうするともう昔は、まあ、手水鉢って言ってトイレの手洗い鉢とかね、それがたくさんあったけど、今もそんなものは使わないからいりませんね。そうするともうだからその使うものももちろん火鉢なんかもいらないし、なんていうか火消すというか壺でもね、あの炭を作るための壺なんかはだいぶ作ったもんだろうけれども、もう炭なんていうのは欲しがる人もたまにはおりましょうけど、もう炭を使わんでしょ。まず火がある、あのかまどがない、あのね、電気になったりガスになったりして、昔はその飯炊くのはかまど、くどじ、ここで言いますけどね。じゃあそのカラウス、じゃあこれはゴシャラのカラウスやね。これどこのこれ、ね、ゴシャラのカラウスでしょ、うんうん、今も残ってないですね。いや、もうないです。ないな。あ、そうだ、間違いない。これ、うん、今これ道が広くなってるんですよ。あ、そう、もう舗装になってるんですね、はいはい、その時にもう跡形もなくこういう、うん、石垣なんか崩れてますからね、うん、だからこれは覆った竹のりさんの、あの向こうでしょ、カラウス、はい、はいはいはい、竹さん、花丸竹子さんから、うん、竹子さん、この人ですね、竹子さんね、覆った竹子、うん、花丸、花丸竹子、今は芽子さんやろ、なんか芽がある早川、うん、ね、大体の要素で注文いっぱい？今は仕事は多いですね。あ、そう、はいはい、どこに行きましたか？工芸店。工芸店、はい、ああ、この間東京でしょ？そうですね。あ、倉庫、はい、倉庫だった、はい、村上さんとは違うの、そう、あ、東を見せたんで、はい、僕いなかったんです、うんうんうん、あの日本以上あれば10日間しかないんですよ。あ、そうか、はい、ここ忙しいから、はい、今回の特別研究で、うんうん、はい、その人間運動の、うん、あ、でも見ました、あの企画書のうちの見ました、あ、そう、はい、はい、